今日はこちらのメイベリンのビビットマットリキッドをレビューしていきたいと思います。こちらのリップは今週発売されました。そしてメイベリンさんから全色を送られてきましたので、皆さんと一緒に一個ずつ色味を見ていきたいと思います。そして他の似たようなリップも比べてみたいので、ぜひ最後までを見ていただけると嬉しいです。今日はメイベリンさんのリップをレビューするので、今日のメイクも全部メイベリンのメイクを使いました。ちょっと軽く紹介したいと思います。今日のベースはこちらの一緒に送られてきたメイベリンピュアミネラル BB フレッシュクッションマットの1番ナチュラルベージュです。今日のベースはこちらを使いました。そしてアイメイクはメイベリンヌードパレットブラシと1番アイシャドウです。今日はこの4つの色味を使いました。アイライナーも私いつも大好きなハイパーシャープライナーのブラックを使ってます。でマスカラはこちらのラッシュセンセーショナルフル&リッチの1番ブラックを使ってます。今日のチークはこちらの B フェイスブラシ PK1 ピンクカラーフェイスパウダーです。でチークはこちらです。そしてシェーディングもこちらのパレットです。ハイライターは B フェイスデュオスティックの1番ライト。そして今日のリップはこちらのビビットマットリキッドの6番を使ってます。メイベリンさんのホームページによると、ソフトな質感、唇を満たす心地よさ、潤うふくらマットリップにって書いてます。トータルで7色があります。先にパッケージを見てみましょう。リップのように入ってる感じはするんですけど、逆にこちらからオープンしてリキッドリップになってます。おしゃれな感じはします。アプリケーターもちょっと歪んでるところがあって、唇にもっとスムーズな感じでリップを塗るようにしてるとは思うんですけど、私のリップは結構ちっちゃいのであまり変わらないんですけど、もうちょっとフールなリップの方がもしかしてもうちょっと簡単に塗るようになります。そして匂いはあんまりないです。こちらの匂いはちょっとしたケミカルの匂いが入ってるけど、そんなに気にならないんで、強くないから使いやすいかもしれないです。じゃあそれでは一個ずつの色味を見ていきましょう。最初はマット2の色味です。こちらはコーラルピンクの感じで少し透明感があります。この色味は特に春夏にはぴったりだなとは思います。マット4はオレンジ寄りのコラル色です。こちらも少し透明感もあります。ポップな色味はするので春夏にはすごく合いそうと思います。マット6は紫寄りのベリーな色味です。個人的にはこちらの色味はすごく好きです。色は濃いので一塗りで十分です。鮮やかなベリーの色はするので一年中でも使えそうと思います。7番はオレンジ寄りの赤です。こちらの色味もかなり濃いので一塗りで十分です。ポップなレッドでレトロ感があって夏には使いたいと思います。マット10番はピンクと紫でフューシャの色味です。ライトの色味だけどちゃんとカバ力があります。ガーリーな濃い色はするんですけど、少し落ち着いてる感じも入ってるので大人っぽいバービーの感じはします。
マット11番は濃い赤です。こちらもちゃんとカバー力があって一塗りで十分です。定番なレッドなんですけど、こちらのリップはぼかしたりいろんな使い方はあるので気に入ってます。マット12番はピンクベージュの色味です。ライトの色味ですけどカバー力はちゃんとあります。こちらはすごく使いやすいトレンド色だとは思います。こちら全体から見ると質感はクリーミーでムースの感じはします。そしてティントはちょっと残っているしツヤ感があるんです。だからこちらのリップはやっぱりマットリップは言えないんですね。マットリップっていうよりちょっとマットティントの感じはします。ツヤ感が本当に強いです。そして指で押さえたらツヤ感取れるんですけど、でもマットのリップっていうよりもうちょっとティントの感じになります。そして私が想像するマットリップって言えば完全にツヤ感がないしカバー力もすごく高いし、そして私口がちっちゃいからマットリップの一番好きなポイントはリップの形は描けれるっていうところです。マットリップはあんまり寄らないのでそこが大事なポイントだとは思います。こちらのリップはもう1日を試してみて結構長持ちです。これ1時間後食事するとやっぱり落ちてくるんです。いやー、きたー、美味しそう。そしてリップはこんな感じになっちゃったでもその後に私も一回リップを塗った後に普通に水飲んだり話したりするとタッチアップなしで5時間以上も持てた。トータルで8時間半ぐらいでつけました。一回食事してでまた足したのでそれは5時間半前だったのでだいぶ時間経ったよね。なんか全然その後は全然足してないので結局こんな感じです。マット感っていうよりティントリップみたいな感じになりました。線からもちょっとはみ出してきて、そしてティッシュでまだ映る。でも5時間くらいでも結構長持ちだなとは思ってます。ツヤ感はどんどんなくなってくるんですけどその色味はなくならないので結構お気に入りです。と今のリップはもう1時間以上はつけてて全然落ちてないんですね。でツヤ感もだいぶ収まれてきたんです。まあまあ落ちてくるんです。そして使い方もメイブリンさんのホームページから見れます。1、アプリケーターのエッジを使いながら口角から中央に向けて少しオーバー気味に描くと今っぽい。2は塗った後指で軽く押さえると綺麗にマット感アップ。そして3はライトな色合いにしたい時には全体を軽くティッシュオフで描いてます。やっぱりこちらのリップはどんどん時間かかるとツヤ感はどんどんなくなってくるんですけどすぐマットの感じはしたいならおすすめされた指で軽くポンポンしてツヤ感をオフします。じゃあそれではちょっとやってみたいと思います。指でオフしてみました。ツヤ感は落ちたんですけどやっぱりティントの感じはします。この中にはかなり好きな色味があってダークな色味はすごく良かったなとは思います。こちらの2つ2色は6番と11番です。私は結構こちら今もつけているこちらの色味なんですけど濃いベリーな色味がすごく好きです。ちょっと紫っぽいし一塗りで十分なので名前通りのビビッドな
色味は出るのですごく好きです。そしてこちらのちょっと赤寄りのリップで濃い色ですけど、こちらもかなり好きです。とそしてこちらのヌーディな色味もかなり使いやすいとは思いますので、ちょっとピンクベージュっぽくなっているので、ベージュ色って言えばそんなになんか死んでる感じはしないので、ピンクが入ってるからおしゃれめのヌードピンクのリップになるので、トレンドに合ってるとは思います。こちらもおすすめです。じゃあちょっと他のブランドと一緒に比べてみましょう。最初は Too Faced Melted Matte Liquified Matte Lipstick です。こちらは私が気に入っているブランドのマットリップです。10月のお気に入り動画にも出てます。こちらは私が思った定番なリキッドマットリップです。こちらのリップは乾いたら映らないしよれない長持ちのリップです。比べてみたらやっぱり全然違う質感になってます。次はレブロンのウルトラ HD マットリップカラーです。こちらはドラッグストアで購入したもので、少し似てると思って比べてみたかったです。で結構似たような感じはしますけど、レブロンの方はティント感が強いです。なのでティントはあんまり好きじゃなかったらメイベリンの方はおすすめです。最後にエチュードハウスのスノーデザートプリンティントです。こちらはマットなティントなので一回比べてみたかったです。こちらの方が重い感じはして、ティント感もかなり強いです。はい、それではこちらのリップビビットマットリキッドにレーティングしたいと思います。1はおすすめできないんで、5はおすすめはします。 3.5 をつけたいと思います。やっぱりマットリップっていうなら、トゥーフェイスみたいのリキッドマットリップとは思っているので、それは完全に違うので、ちょっと名前でわからなかったので、私的にはこちらはマットティントの方が合ってるとは思います。でも好きな色味とか長持ちはするんで、こちらのリップとしてはすごくいいとは思います。この3つは必ずまた使いたいと思います。このリップを塗った後に指でポンポンしてマットなティント感に出して、なのでそのリップを塗った後にもう一本のステップがかかるので、ちょっと時間かかるなって感じのイメージがあるんです。そして私の一番おすすめの使い方は、グラデーションのリップにはこちらのリップを使うと一番使いやすいとは思います。特にこのダークの色味を使うと綺麗なグラデーションにはなるとは思うので、ぜひこちらを取って試してみてください。皆さんは今日のレビューはどう思いますか？買いたいですか？買わないですか？もちろん皆さんの意見も聞きたいと思いますので、もし使ってみた方もいたら、ぜひ自分の意見もコメント欄に書いてください。もしこの動画は気に入っていただいたら、ぜひ高評ボタンとあと登録ボタンも押してください。そして次の動画の知らせが欲しいなら、ぜひ登録ボタンの隣のベルのボタンも押してください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。